じゃあ宇宙って何なのって思います僕たちは時間を感じてるから、はい 時間が流れてると思うけど時間はもしかしたら流れてるように見えてるだけかもしれないじゃないですか実は時間ってずっと逆戻りもできない流れてるもんだと思ってますけどこれは人間がそう感じてるだけかもしれないんですよねですよね,ねだから、ね、実験結果観測結果まあ我々の感覚と合ってるんですよねもうそう解釈するしかない現実と全然合ってないものを理論とか出しても仕方がないので、うん、それと合ってるとそういうもんかなっていう解釈。そもそも宇宙ってどこにあるのって話になっちゃいますよねどこっていうのはよく聞かれるんですよ宇宙が、うんうん ういう大道路が広がってますというのに「うんうん、その外はどこですか?」とか「うんうん、宇宙は実は外はないんですけれどもうん、うん、そういうのがね我々ののの普通の感覚ととちょっと違うので,、うん、であんまり考える意味はないっていう感じですいや意味はないことはないと思います意味はないことはないけどどこにあるかっていう話でもないのかそうどこにあるというよりかはどこでもが宇宙であると全ての場所が宇宙としか言いようがない。